や、お知らせが2つあります。で、まずなんですけれども、今期のアパレルができました。はい、僕が着たいと思ってデザインしている T シャツですね、リアルオムから、今回も出ます。で、それはちょっと近日になりますのでお楽しみに。あと、ちょっと Twitter でね、こう首のタグが届いたよっていうので載せたんですが、ズボラ酒 T シャツ今回作ることになって、それももう少ししたらできますのでお楽しみに。で、次です。次なんですが、8月の1、2、3日なんですけれども、僕がね、いつもお酒を飲みに行く渋谷百軒棚っていう、まあ、商店街があるんですけれども、道玄坂まで登って、ロイヤルホストがあるんだけど、それちょっと行って、なんで馬力っていう居酒屋があるんだけど、そこ右に入ったところ、まあちょっとあんまり治安いいところではないんだけども、人はいい人たちです。で、そこの、俺がいつもチラシとか名刺をね作っているお店の、まあ、4周年ということで、バーゼロという、飲み屋さんがありまして、で、ここ俺がよく行く飲み屋さんです。で、ここで123、2時間3000円飲み放題のイベントをやります。で、このイベント僕も顔出します。で、俺ね、結構その渋谷の百軒棚はこういろんなところでちょこ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 飲んでるから、100円なんて別に広くないから、すごく狭いから、もうバーゼロに行って俺と飲みたかったら、D さんと飲みたいんですけどって言ってくれれば、ゼロの店員さんとかが、俺を、に LINE くれるから、呼んでくれればって感じで、はい。はい、まあちょっと、来れる方とか、お酒飲むっていう方とかは、まあ来てくれればと思います。で、次。次がですね、8月の3日です。で、こう8月の3日が、ジンさんプレゼンツの海の家の動画をメインチャンネルで出したと思うんですけれども、それが、2週間にわたって2日間やってるんですよ。で、もう2日間終わったんですよね。で、もう来週、2、3、8月の。で、終わりになります。で、8月の3日なんですが、俺ね、ツイッターで8月の2日行きますって書いてたんですけれども、3日に行く予定です。で、8月の3日なんですが、8月の3日に、マッスルグリルが、主催する、陣の家クラシックというイベントがあります。うん。で、まあこれは、まあフィジークとかボディビルとか、そういう感じじゃなくて、まあかっこいい体、まあ言えばモテボディとかね、ボディメイクコンテストなんで、参加はね、無料で結構自由にみんな参加できるみたいなので、気になる方はチェックしてみてください。っていうか、フィットネスの有名な人、だから、先週だったら金曜日、ね、俺たちのアキトン、うん、もう来てたし、あと、サイヤさんとかも来てたしね、結構、こう有名な人たちがたくさん来てるんですよ。で、スポルテック行った時って、やっぱり、行った人ならわかると思うんですけれども、結構その写真撮って終わりみたいな。うん、結構こう列になっちゃって写真撮って終わりみたいな感じだと思うんですけれども、これはね、どっちかというと海、オフ会みたいな感じです。なんで、結構一人一人といろんな話できる。うん。だから、その、あざみさんに聞きたいことだったらあざみさんにも聞きたいことお話できるし、ジンさんに聞きたいことだったらジンさんにも聞きたいこと聞けるし、みたいな。他にも、井上くんにも格闘技のこと聞きたかったら聞きたいこと聞けるとかね。うん。で、結構やっぱりサイヤさんのファンの人とかはサイヤさんになんか体つくることを聞いたりとかしてました。あと2日しかないので、海の家遊びに来たらいいと思います。で、その時に、マッスルグリル主催の、まあ、陣の家クラシックというのを行います。で、この陣の家クラシックなんですけれども、まあ、夏のたった一つのこうミニコンテストでしょみたいな感じで思っているそこのあなた、そんな感じではないような感じがするよ。うん。っていうことなので、海の家は兄さん、で、陣の家クラシックは3日開催するので。で、まぁ、YouTube でも、投票とかするような感じなので。で、僕ももちろん3日お手伝いに行きます。うん。楽しんで行きましょう。それでは。